用に直行していくって大事ですから。どうしたんですか、やぶから棒に。わいは思うんや、結局は世の中の需要のことばかり考えて最近自分が窮屈になっとるんやないかって。仕事の話かな。このチャンネルもいつの間にか15万人や、そん中には当然いろんな人がおる。絵の講座を見たいやつ、昔みたいな湯実に飢えてるやつ、歌動画と IQ2 のショート動画だけを待ち望んでいるアホども、松村ガチ恋勢などなど、マッチ村が欲張ってあれもこれもとやった結果、あちらを立てればこちらが立たずという状況になってしまっているのではないか。まあ雑多系の YouTube チャンネルはどっかで伸び悩むって聞いたことはあるからな、避けられない宿命だったんじゃないか。とはいえ町湯村もワイらもいろんなことがしたり、そんなワイらを全体的にまるっとしてもらいたい。ただただ機械的に技法的な話を垂れ流す以上の何かでありたかった。そんでついででいいからワイらの BD バンドデシネにも興味を持ってほしかった。だがここに来てやはり思うんよ、みんなの需要をあえて完全に無視する権利ってのが実はあるってな。テンションどうした。なのでドリマ趣味で描いたよくわかんない爬虫類系女子と白地中渦巻きメガネマッドサイエンティストを見てもらうやで。まあここまではガチでワイらの身の上話なわけやが、恐縮です。どんな発信者活動者に関わらず、自分が普段抱えているフォロワーやリスナーのニーズをガン無視する瞬間を作るのは大事じゃないかって話よ。なんでそんな話になったんだ。成田祐介っていう謎のおっさんの動画の切り抜きをこないだたまたま見とって、需要に直行する的な動画を見たんよ。お前割と切り抜きよく見るよな。まあその中で合理性で考えてしまうと、みんな似通った動画ばかり作る羽目になるので、需要に直行していくことも考えた方がいいのでは的な流れがあってな。ああそれで需要に直行な、何のことかと思ったよマジで。わいはこの話聞いて、ああやっぱりそうだよなと思ったりするなどをしたわけなんや。こっちが思いつきでいろいろやるもんだから、リスナーさん側のあれがそろそろ欲しいのバリエーションも一緒に増えてしまう。でもだからこそニーズに需要に直行していく。お絵かきチャンネルだから技法で伸びたからといっても、やっぱりそこにこだわりすぎん方が、風が吹いてて。この動画もいつもの湯実と見せかけてただの日記や。そこのお前騙されたな。ういうざ。まメイキング動画は最近上げなさすぎなので、上げるとしてもいつも 100% の力を込めて技法解説ってなるとはいとしても、正直にが重い憂実の投稿を増やす代わりに、なんかもう軽めの日記みたいなコンテンツになっていきそうだけど、まあ多めに見てくれやで。年2回投稿のままになるよりは良いと思うしかねえかな。あとはまあこちらで特別な解説をしなくても映像で流しておけば大体のことは伝わるやろとワイらが勝手に信じてるって面はかなりある。いつもリスナーやファンと平行に歩いていく組んでなく、内積がゼロになる瞬間がたまーにあってええやろくらいの気持ちで頑張ってこう思うやで。でもあれだな、今回の場合お絵かきチャンネルの絵の動画だからニーズが無視とまでは言ってねえんじゃねえか。確かに本当にニーズに直行って意味でいくなら、このチャンネルでそれに近いのはマッチ村の頭悪いショート動画やろな。あきれ。でもあの辺も見てたら元気出てきたとか悩みが吹き飛んだとか新しいニーズがあるらしいぞ。もう YouTube わかりません。やっぱちょっと暗い絵の話しようかな。するならしてもろて。メインパーソンのつもりで描き始めた左の子よりは右の方がキャラの方向性がバシッと決まってる。のぞみかすやアルゴン、なんとなく金槌持たせてみたり頭に大根刺したりしてみたけどピンとこなかったから、最終的にでっかい恐竜尻尾を生やしたやで。ジュラシックだねお姉さん。あとなんやろな、最初に描いた目もなんかちゃうなと思ったので、瞳をヤギみたいに四角い感じにしたやで。牙がチラッと見えてるのもポイントだな。とりあえずなんか面濃い感じになったから、ワイはこのお絵描きは満足や。23京5230兆2350億点。ちなみにこの人たちの名前はイタコとトモコ。絶滅した恐竜の霊をイタコの能力で憑依させて戦うフィジカル担当と、巨乳担当のマッドサイエンティストの相棒が織りなすドタバタ BD。 イタコとトモコ連載の予定は特にないです。